トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。先日行われました東京西区連盟おしゃまんべ800キロレース、総合優勝されました須藤厩舎、総合優勝バトルを見せていただくことになりまして、今日訪問しています。須藤厩舎は東京の三鷹市にあります。しかし厩舎環境は素晴らしいところにあります。この映像でご覧いただけるように、厩舎の南側には電線が全くありませんし、住宅もありません。この素敵な厩舎環境を利用して、朝の車外は日の出と同時ということが須藤厩舎の基本方針です。種場と厩舎です。大きな展望台がある素敵な種場と厩舎です。ここで年間150羽ほどの作出を行っています。選手場と厩舎になります。選手場と厩舎は全部で3坪、それを真ん中で半分に仕切って分離ができるようになっています。実際今は分離しておらず、若鳩と選手鳩という形の2つに分かれています。須藤厩舎の特徴は何といっても上と下にある大きな金網、冬は北風がここからビュー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 吹き込みます。それでも鳩は調子を落とさない、そういう止まり木の構造になっています。厩舎の中は装備されていて素晴らしく綺麗です。東京西区連盟800キロ総合優勝バトです。 B のメスバトになります。この鳩のお父さんはフェルファイエ、須藤厩舎の飛び水です。須藤厩舎の得意の距離は中距離、500キロ、600キロ、700キロくらい、この辺が得意の厩舎です。その中でよく上位入賞するのがこのフェルファイエのラインということだそうです。でこの鳩の母親は長距離系の鳥で、スーパーベンとベアトリックスカイパの血を引く鳥が母親になります。受給者の中距離バードの飛び筋に長距離バードをかけたこの鳥が今回の800キロ総合優勝馬となりました。この B のメス、肉がパーンと張っていまして、800キロをもう一回今日持ち寄ってもいいんじゃないかなと思うような鳥です。目は明るい銀目、興奮速のレース展開で入賞する鳩だなという感じがしました。主翼ですね、8枚目の主翼がこう切り込みが深くて、やはり興奮速で飛んだ鳩だなって感じがします。ただ500キロ600キロの興奮速バードほどのキレじゃないですね。やはり距離が伸びてきて、スピードで押し切るだけではなくて800キロ飛ぶという耐久性も兼ね備えた鳩だと思います。須藤厩舎は自分では中距離バード、中距離レースが好きなんだということで、ずっと1000キロには参加していなかったんですけども、昨年初めてとおっしゃってましたかね、1000キロ参加しまして、参加したら早々桜花賞で連盟総合2位という成績を獲得しています。参加すればそれなりの結果が出る、そういう厩舎です。ただ本人としてはやはりワンデー長距離、待っていていつ来るか分かるような時間帯で帰ってくるレースが好きとおっしゃってました。血統的にもそういう種類の血統をたくさん集めてますし、成績も連盟で毎回上位入ってくるような結果を出してます。最終1000キロ1100キロ出せば上位に当然来る厩舎なんですけども、そこを参加してなかったというところが今までの特徴です。あと厩舎構造ですね、素晴らしい厩舎構造です。なんでこんな北風のビュービュー吹き込むような厩舎なのに寒い時期から上位に来るのかなと、やっぱりその秘訣は止まり木ですかね。止まり木が割と奥が深いという感じで、風が来ても鳩には直接北風が当たらないような構造になってますね。その辺がこれだけ北風が吹き込むような厩舎なのに鳥が痛まずに上位に入ってくると
という結果につながったと思います。本日はまだレース期間中、お忙しい中本当にありがとうございました。最終レースに向けて調整頑張ってください。また1000キロ1100キロ期間時にはお邪魔させてください。ありがとうございました。失礼します。